今からこれから出発するこの特急翼、そして、この翼に使用しています485系の車両、この車両は、直流電化されている都市圏から、地方路線の交流電化されている、そういったところへ直通で乗り入れすることができるように、1964年に登場した、高直流用両用型の特急型の電車でございます。今日は、その当時の姿を残したこの最後の485系、いよいよ引退の日を迎えることになりました。今日はその最後の勇姿を皆さんに見送っていただきたいということで、この式典を開催したものでございます。4番線からはこの485系の特急翼を、そして5番線からは愛称名を引き継いだ山形新幹線トレイル翼を同時刻に出発させます。少しの時間かもしれませんが、演奏する姿をお楽しみいただきたいとともにですね、最後のこの485系の最後の勇姿を皆様で見送っていただきたいというふうにお願いをします。本日はお忙しい中、お足をお運びいただきまして本当に